こんにちは。寺社庭園深掘りチャンネルです。このチャンネルでは寺社仏閣、庭園の歴史、ゆかりの人物、そして見どころをご紹介します。今回は JR 東海のテレビ CM そうだ京都行こうに採用されている33元堂の話をします。33元堂は後白河上皇によって創建され、平の清盛が造営したと言われています。33元堂の建立前、後白河上皇の政治基盤は不安定で、政治的影響力も弱いものでした。しかし33元堂建立を契機に、政治力そして財力も含め飛躍的に力をつけ、源頼朝に日本一の大天狗と呼ばれるほどの実力者となっていきます。この動画では怪物後白河法皇誕生のエピソードを紹介します。そして後半では33元堂の見どころについてもお話しします。興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。まず33元堂の概略を説明します。33元堂は京都市東山区にある天台宗の寺院です。建物の正式名称は蓮華王院本堂といい、本尊は千手観音で、内部に1001体もの千手観音立像が立ち並んでいることはあまりにも有名です。もともとこの地には後白河上皇が離宮として建てた宝珠寺殿がありました。広大な宝珠寺殿の一角に、平清盛の私財協力によって1165年に完成しました。創建当時は五重の塔なども建つ本格的な寺院でしたが、1249年の大火で焼失しました。火事の17年後に本堂の33元堂のみ再建され、大火の多い京都では奇跡的に当時の建物が現在まで残っています。また後白河上皇のお墓である宝珠寺陵は33元堂の東隣にあります。さてここからこの動画の主人公、後白河天皇の半生についても手短に説明します。鳥羽天皇の第四皇子として生まれたため、天皇になる確率は非常に低いとされていました。しかし異母帝近衛天皇の急死によって天皇となります。その3年後に退位させられるなど、周囲の都合に翻弄される前半生でしたが、退位後34年にわたって院政を行いました。その期間は平治の乱、源平合戦と戦乱が相次ぎ、二条天皇、平清盛、木曽義仲らと対立し、何度も監禁され失脚しますが、その度奇跡的に復活します。平家滅亡後は鎌倉幕府とも領地の取り合い等で揉めますが、折り合いをつけたところで亡くなります。大天狗への道その1、力を求めもがいた時代。平治の乱前の時期は二条天皇の治世でした。二条天皇は保元の乱前の最高権力者、鳥羽法皇の皇后で、法皇の莫大な財産を相続した美福門院の推しで天皇となりました。政治の実権は美福門院とも強い関係を持つ新税が握っていて、平清盛も新税を後押ししていました。後白河上皇は実権がありませんでしたが、巻き返しを図ります。藤原信頼を抜擢してスピード出世させます。信頼は源義朝の武力を背景に影響力を高めます。そして後白河上皇自身も保元の乱で敗れた藤原の頼長の領地を没収して強引に自分のものにし、財テクの種銭を作ります。平治の乱直前には新税派、二条天皇支持派、後白河上皇派の3派が勢力争いをする構図でした。ところが平治の乱後、勢力図が変わります。平治の乱で藤原の信頼は源義朝に命じて新税を殺害し、後白河上皇と二条天皇を監禁します。しかしその後、信頼と義朝は平清盛に討たれ、乱は平家の勝利で幕を閉じます。信頼ら子飼いの部下を失って政治力を失った後白河上皇とは対照的に、二条天皇は乱に際し優れたリーダーシップを発揮して影響力を増します。そして平治の乱鎮圧の功労者である清盛を抜擢して政権基盤を固めました。二条天皇は後白河上皇にとって実の息子でしたが、幼い頃に美福門院の養子になって可愛がられた反面、上皇とはずっと仲が悪い状態でした。政治の形式上は上皇と二条天皇の両者が政治を行う二党政治となっていました。しかし両者の仲が悪く、パワーバランスも微妙なため不安定な状態でした。大天狗への道その2、失意の時代。
平治の乱で後白河上皇が隠御所としていた三条東殿は戦場となり焼けてしまいました。なので乱の後、上皇は現在の三十三間堂を含む広大な敷地に宝珠寺殿という新しい御所の建設に取り掛かりました。上皇は院政を敷く気満々で、ここにお気に入りの愛人平重子、清盛の奥さんの妹も住まわせていました。やがて上皇と平重子の間に後に高倉天皇となる憲人皇子が誕生します。皇子の誕生を機に、この出来事を自分の出世につなげたい輩が動き出します。重子の実の兄平時忠は妹のコネで後白河院に仕えていましたが、内密に憲人天皇の立体子、つまり二条天皇の次の天皇にする計画を企てます。このことが二条天皇にバレてしまい、時忠は職を解かれて地方に左遷されます。後白河上皇の院政も停止され、上皇はさらに政治的影響力を失います。清盛はというと、身内の時忠の受難には目もくれず、後白河上皇ではなく二条天皇指示を明確にして二条帝の新政を軌道に乗せました。ちなみに平時忠は、平家にあらずんば人にあらずと発言して無駄に憎まれるなど問題の多い人物でした。ただ大河ドラマ平清盛にて V6 森田剛の演じた時忠は、軽さと無節操感が抜きん出ていて個人的に好きでした。大天狗への道その3、復活の兆し。後白河上皇は憲人皇子の立体子問題の影響で政治決定の場から排除され、国政は二条天皇と藤原の忠通が仕切っていました。仲間外れにされた上皇は宝珠寺の隠御所にて祈りの日々を送ります。少し前に始めていた熊野詣は生涯で34回も行いました。特に千手観音への信仰に深くのめり込み、心の拠り所としていました。そんな状況を不気味に思ったのか、または上皇にも気を配っておいた方がいいと判断したのか分かりませんが、清盛はこの頃に上皇のため宝珠寺の敷地内に三十三間堂を造営します。大河ドラマ平清盛では、後白河上皇がお堂もないのに千一体の千手観音像を発注していた設定になっていましたが、巨大な三十三間堂にバッチリ収まった千手観音像を見て、深く信仰していた上皇のハートはわしづかみにされました。さらに三十三間堂を含む蓮華王院には、平家から荘園や所領が寄進され、後白河上皇の経済基盤も徐々に強化されていきました。超ご機嫌の後白河上皇は二条天皇にも見てもらおうと招待状を送りますが、体よくスルーされてがっくり来ています。繰り返しますが、天皇とは実の親子です。どれだけ仲が悪いのでしょうか。翌年事態が動きます。二条天皇は宝珠寺殿を基盤に充実した毎日を送っていた後白河上皇の動きに警戒心を抱きつつ、病に伏せるようになります。病状の悪化により信人親王に上位し、翌月に崩御します。わずか1歳の六条天皇が即位して、摂政の近衛元実が政治の実権を握ることになりました。ところが1年足らずで政権の柱である近衛元実が急死します。こうして二条天皇、六条天皇による天皇新政の時代が終わりを迎え、後白河上皇による院政が復活することとなりました。大天狗への道その4、最高権力者へ。こうして院政が復活し、政治の舞台に舞い戻ってきた後白河上皇ですが、以前と違って財力もパワーアップしており、影響力は半端なくなっています。ここで院政によって上皇や法皇が力を増していく仕組みを説明しましょう。まず大前提として、一番偉い存在である天皇、こちらは聖なる存在なので俗人が行うような蓄財をすることはできません。ところが天皇を卒業した上皇は隠居した一般人という位置づけとなり、一般人がお寺を建てる分には政治的制約が生じません。上皇に頼み事をしたい貴族や全国各地の受領、地方の長官は上皇が建てた寺院に対して自らの荘園を寄付することで関心を引こうとします。荘園とは税金を払わなくていい私有地のことですから、荘園からの産物は丸ごと上皇のものになります。これが院政期の蓄財のテクニックでした。後白河上皇の祖父白河法皇や父鳥羽法皇が行ってきた財テクの機会が紆余曲折を経て巡ってきたのです。やがて法皇になった後白河院にとっては宝珠寺殿が集金手段でした。ただ人の上に立つべき天皇経験者が率先して不正を行っているため、社会全般でモラルが低下し、特権階級以外の不満が高まります。この不満が後の時代武士階級の台頭へとつながっていきます。
後白河上皇は政治の実権を握り、多くの貴族や頭領が荘園を寄付したため、莫大な財を成します。前世紀の藤原摂関家にとって代わり、あっという間に日本最大の荘園領主となりました。宝珠寺には次々と建物が増築され、メインの建物は平等院鳳凰堂を一回り大きくしたような華麗な建物でした。後白河上皇の財産は後に長江棟梁と呼ばれ、後に続く皇室の財政を支えていきます。一方でもう一人の大金持ち、鳥羽法皇の財産を引き継いだ美福門院の遺産、こちらは八条院領となって、これも代々受け継がれ、後醍醐天皇が始めた南朝を支えました。ここからは三十三間堂の見どころを手短に紹介します。まずは国宝の本堂から。周囲では何度も大火災があったにもかかわらず、一度の建て替えのみで済んでいるため、私たちは750年前の建物を見ることができます。柱と柱の間を一間と考えると、33間プラス外側の庇が左右に一間ずつあり、外から見れば35間で約120メートルの長さがあります。外観は他に例を見ない水平方向への広がりがあり、大迫力です。また基礎下の地盤は砂と粘土の層を交互に締め固めて改良されており、梁も二重となっていて、不動沈下や横揺れにも強い作りになっているなど、当時としては画期的な耐震設計です。次に本堂に安置されている1001体の千手観音立像、堂内を埋め尽くすように並んでいる光景には圧倒されます。1001体のうち平安時代の作が124体、鎌倉時代が876体、室町の作が1体です。これだけの像を大量生産できる職人集団が平安鎌倉時代に存在したことも驚きです。そして中央に千手観音座像、左右に風神雷神像、前面に28部衆像が並び、合わせて1032体の仏様が安置されています。すべて国宝です。後白河上皇は何度も浮き沈みを味わった人生を送りましたが、こちらの千手観音像にお祈りすることで精神的に救われ、強靭なメンタルを保つことができたのでしょうね。三中三間堂の歴史と後白河上皇、大天狗への道、いかがでしたでしょうか。面白いと感じられましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次のお寺でお会いしましょう。